ACS はスペイン・マドリードに本部を置く総合建設会社。多数のグループ会社を参加に持ち、国際展開では世界有数のインフラエンジニアリング企業となっている。マドリード証券取引所上場企業。1970年代にスペイン道路協会のトップを務めたフロレンティーノ・ペレスが1993年に建設会社。 オシッピー・カンストルー・クチオネス・ SA のバイスプレジデントに就任後、企業買収による積極経営を開始し、1997年に同業のハネス・ナバロ・カンストルー・クチオネス・ SA と合併することにより ACS を設立した。ACS 設立に際してペレスは CEO に着任し、以降、レアル・マドリード会長としても知られるペレスによる運営が続いている。 2002年、ペレスが、かつて勤務していた建設会社のダリガドス SA を、買収し参加とし、2007年4月に、ドイツに本拠を置く世界的建設会社のホッホティーフの、株式の25%を購入し、2011年には、同社への出資比率を過半数に引き上げ、事実上の参加に収めた。ACS の事業は大きく、コンストラクション、インダストリアルサービス、 サービスの三つに分かれるが、このうちコンストラクションとインダストリアルサービスの分野では、南北アメリカが欧州を上回り、最大の割合を占めている。電力や再生エネルギー事業を行うメイトルは、サラゴサ日本拠を置く ACS のグループ会社の一つである。日本法人、メイトルジャパン株式会社、メイトルコンストラクションジャパン株式会社を東京に置き、 茨城県鉾田市や三重県松阪市の太陽光発電所の施行実績を持つ。他に福島 S13 太陽光発電所や袋田太陽光発電所、メガソーラーパーク霧島ハヤト太陽光発電所を施行している。ありがとうございます。